デビュー曲で愛は瞳の中にお聴きいただきました。こちらの歌もですね、どちらかと言いますとしっとりとしたバラード調になっております。もしかしたら月の砂時計とかそういうのが好きな方にはおすすめの一曲かなと思っておりますので、ぜひこちらの歌も歌いがいのある歌です。また挑戦していただけたら嬉しく思います。はい、タケさん、はい、タケさん、あら、タケさんじゃないんですけど、どうも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